国家安全保障会議は日本の行政機関の一つ。国家安全保障会議設置法に基づき、国家安全保障に関する重要事項及び重大緊急事態への対処を審議するために内閣に置かれる。報道などではアメリカ合衆国の国家安全保障会議になぞらえて、日本版 NSCNSC と呼ばれることもある。主任の大臣及び議長は内閣総理大臣。 内閣総理大臣と内閣官房長官、外務大臣、防衛大臣、他により構成され、4大臣会合を中核として、旧大臣会合、緊急事態大臣会合の3形態の会合が置かれる。国家安全保障会議は内閣に設置され、国家安全保障の重要事項を審議する機関であり、首相の政策決定や政治的決断のサポートを行う。 国家安全保障会議の組織は会議と事務組織から構成される。国家安全保障会議の司令塔となるのが首相、官房長官、外相、防衛省によって構成される4大臣会合である。この会議は月2回程度開催され、安全保障に関する政策を協議して対外政策の基本的な方向性を決定する。前身の安全保障会議と同じ構成の 旧大臣会合は必要に応じて開催され、多角的な観点から国防の指針や緊急時の対処といった安全保障の重要事項について審議する。参加者は4大臣に加えて、副総理、総務大臣、財務大臣、経産大臣、国交大臣、国家公安委員長が加わる。さらに、緊急事態の際に開かれ、総理と 官房長官の他に首相が定めた大臣が出席する緊急事態大臣会合がある。これらの会議には大臣の他必要に応じ、総理大臣の許可を得た上で、内閣総理大臣は以下のことについて国家安全保障会議に諮らなければならない。また、武力攻撃事態等または存立危機事態、重要影響事態及び重大緊急事態に関し、 特に緊急に対処する必要があるときは必要な措置について内閣総理大臣に検議することができる。初代国家安全保障会議議長安倍晋三国家安全保障会議では4大臣会合と緊急事態大臣会合が新設された。旧大臣会合は前身の安全保障会議と同じ構成である。国家安全保障会議設置法3条の規定により 会議は議長と議員によって構成される。いかに9大臣会合の構成者を記し、このうち4大臣会合の構成者を太字で記す。国家安全保障会議を補佐する常設の組織で、武力攻撃事態等を含む緊急事態に際しての国家安全保障会議の審議機能を強化するために設置されている。前身の安全保障会議から引き続いて設置されているが、 委員が一部異なる。現国家安全保障局局長、北村茂初代国家安全保障局長、谷内翔太郎国家安全保障会議を補佐するための事務局として内閣官房に置かれているのが国家安全保障局である。国家安全保障局は、省庁間の総合調整、中長期的な外交、安保の政策立案、緊急時における政策提言、外務省、 防衛省、警察庁、公安調査庁、経済産業省、国土交通省、内閣情報調査室などの各省庁と各省庁の情報コミュニティへ情報要求を行い、各省庁は国家安全保障局に対する報告義務を負う。国家安全保障局長は国防以外の緊急事態の事態対処の実動を担う。 内閣危機管理官と同意の大臣政務官級であり、両者は常に連携しながら職務に当たる。任免は内閣総理大臣の申し出により内閣において行う。2014年1月7日に国家安全保障局が67名体制で発足した。初代局長には外務事務次官、政府代表、内閣官房参与を歴任した谷内翔太郎が、 内閣特別顧問と兼任する形で就任した。局長のもとに防衛省と外務省出身の内閣官房副長官補が兼任する2名の局次長と同省出身の3名の審議官が配置される。発足当時、局内は6班からなり、外務、防衛など各省のエース級と呼ばれる専門性の高い職員で構成されている。 総括や国家安全保障会議の事務を行う、総括、調整班、アメリカ合衆国、ヨーロッパ諸国、アセアンなどを担当する、政策第1班、北東アジアとロシアを担当する、政策第2班、中東、アフリカ、中南米を担当する、政策第3班、防衛計画の対抗や国家安全保障戦略など、中長期的な安全保障政策を担当する、 戦略企画班、機密情報を扱う関係省庁など政府内での連絡調整を行う情報班に分かれている。内閣情報調査室との連携を密にするため、情報班の班長は警察庁枠であり、内閣情報調査室からの出向者が当てられる。2020年4月1日、経済安全保障戦略を担当する経済班が新設され7個パン体制となった。 初代局長である谷内翔太郎は外務事務次官の経歴を持ち国家安全保障局の外交的役割は外務省と一体化しており外務省の別動隊のような働きをしているとされる公的なルートでは接触しづらい相手に接触して関係構築を行う2013年12月の国家安全保障会議の創設後2014年1月にその 実動部隊である国家安全保障局が内閣官房に設置されて以降は防衛省からの積み上げで決まっていた自衛隊の装備選定や防衛計画の対抗、中期防衛力整備計画策定の主導権も国家安全保障局に移っており平成30年度予算で決定した JSM、JASM、ER、ローラザムの3種類の巡航ミサイルの導入や 30対抗と31中規模で決定した出雲、も、片護衛艦の事実上の空母への回収と、回 -35B の導入は、国家安全保障局が主導したとされる。元航空支援集団司令官の小田国を、元空将は、スタンドオフミサイルの導入は55年体制なら、絶対無理だった。それを経験と超えてしまうのは、NSS ができたメリットだと思うと語っている。 他、防衛省で航空機開発を担当した元航空、自衛隊補給本部長の山崎強志美、元空省によると、高速滑空弾や極超音速ミサイルは、いずれも攻撃的兵器とみなされる可能性が高いとして、基上の研究にとどまっていたが、平成30年度予算では一転して、高速滑空弾の研究費が46億円、認められ、平成十一年度予算案には、 極超音速ミサイルの研究費が64億円盛り込まれた。国家安全保障局幹部は総理や官邸の話を聞きながら防衛省が出す選択肢を示して日本の安保や外交政策の中でどれがいいかを考えていくだけだとして官邸主導の装備選定を否定しているが内情を知る防衛省幹部は総理は敵にやられっぱなしで日本が守るしかないではよくない。 攻撃的な技術をやった方がいいという考えだと周囲は受け止めている。NSS で総理の意を組んだ議論を重ね防衛省に提示させたとしている。国家安全保障局の所在地は東京都千代田区長田町2丁目4の12。首相官邸の裏に位置するこのビルは1971年に建設された民間ビルを政府が買い取った古い施設であり、 政府の耐震基準では、人命の安全を確保できるが、機能確保が困難となる、三類と判定されたことから、災害時の危機管理上の問題点が指摘されていた。こうした指摘を受け、政府は国家安全保障局を新庁舎に移転することを決定した。新庁舎建設予定地は、内閣官房や内閣府が入居する、中央合同庁舎第8号館の東側。 歴代国家安全保障局長、初代事務局幹部国家安全保障参与顧問会議有識者の知見等を参考にするため、国家安全保障局長が国家安全保障に関連する各分野における有識者を特別顧問、顧問として迎え、顧問会議を開催する。第1回会合は2014年6月18日に開かれた。メンバーは特別顧問に 財界人と自衛隊の統合幕僚長経験者、顧問に陸、海、空産自衛隊の召喚経験者や、大学教授の合計13名で構成される。このほか総理の補佐役として、内閣総理大臣補佐官が務める、国家安全保障担当総理補佐官が置かれる。国家安全保障担当総理補佐官は安全保障に、関して、総理を直接補佐するほか、 会議にも出席して意見を述べる。歴代国家安全保障担当総理補佐官2006年第1次安倍内閣の行政改革として既存の安全保障会議に変えて国家安全保障会議を創設することが提唱された。この叩き台として国家安全保障に関する官邸機能強化会議が時の内閣総理大臣安倍晋三議長として発足した。 議長代理には、小池由里子内閣総理大臣補佐官が、議員には、塩崎康久内閣官房長官のほか、岡崎久彦元中隊大,大使、小川和久、森本里史拓職大教授、柳井俊治前中米大使、北岡新一東大教授、佐々厚幸元内閣安全保障室長、佐藤健元防衛事務次官、塩川正十郎元官房長官、 千崎はじめ前統合幕僚長が任命された。会議は2007年2月をメドとして2週間に1回の会議を設けて議論を行っていく予定で進められ、安倍内閣は第166回国会で安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案を衆議院に提出した。この改正案は安全保障会議の名称を国家安全保障会議に改め、 経外化している審議事項を国家安全保障に関する事項にまで拡充し、同会議に専門会議を置くことができるようにし、同会議に事務局を設置すること等を内容としていた。しかし、第168回国会が招集されてから2週間で、安倍晋三が海洋生大長縁で総理大臣を辞任。後継の総理に国家間が異なる福田康夫が首相に就任したことや、 民主党などの野党が参議院で過半数を制していることにより法案の成立の見込みは不透明となり、結局、2007年12月24日、福田康夫内閣は現存の安全保障会議で十分機能するとして国家安全保障会議の創設を断念し、構想自体を白紙とする方針を決めた。今後は政府の既存組織を活用して機能強化を目指すとされた。 安保会議設置法改正案は審議未了により廃案となった。一方、自由民主党の防衛省改革省委員会は国家安全保障会議の創設を提言し続け、自民党の防衛大綱提言にも日本版 NSC 創設が明記された。第45回衆議院議員総選挙で自民党が大敗2009年9月に民主党に政権交代をした。 民主党は2010年11月24日に党の外交防衛調査会が発表した防衛計画の対抗見直しに関する提言の中で国家安全保障室創設を提言しその後も外交防衛調査会において国家安全保障会議創設を提言したが設立に向けた具体的な動きはなかった政権交代をかけた2012年の 第46回衆議院議員総選挙において自民党は政権公約に官邸の司令塔機能を強化するため国家安全保障会議を設置します。と盛り込んでいた自民党の対象の結果発足した第2次安倍内閣下では2013年1月に発生したアルジェリア人質事件においてアルジェリア軍が行った作戦や 法人の安否確認などの情報収集が困難を極めたことをきっかけに再び日本版 NSC 設置の機運が高まった。そこで2013年2月14日に国家安全保障会議の創設に関する有識者会議を立ち上げ15日に第1回会合を開催した。2013年6月7日、安倍内閣は国家安全保障会議を創設するための 関連法案を閣議決定した。そして、同年秋の第185回国会に法案が提出され、自民党、公明党、民主党、みんなの党、日本維新の会などの賛成により、同年11月27日の参議院本会議にて成立した。これに伴い、同年12月4日に安全保障会議設置法が改正され、安全保障会議が 国家安全保障会議に再編され、翌2014年1月7日には国家安全保障会議の事務局である国家安全保障局が発足した。初代安全保障会議議長、中曽根康弘この節では国家安全保障会議の前身である国防会議と安全保障会議について述べる。構成は国家安全保障会議の旧大臣会議と同じである。 委員の構成に相違はあるが、事態対象専門委員会の存在は国家安全保障会議に引き継がれた。安全保障会議の事務は内閣官房において処理した。2019年コロナウイルスの流行に伴い2020年1月31日より緊急事態大臣会合が複数回開催されている。ありがとうございます。